ちょっと大きくなったらね。あ、なに、なに、かわいい。なにそれ。かわいすぎる、見てる。やばい。お待たせしました。涼しいんだね。あ、そうか、涼しいの ね、そこ。そうそう、風が吹くぞ。なるほど。撮ってるって分かってる。ありがとう、カメラ目線いつも。かわいい、かわいい、ほんとかわいい。でもなんか、ルカちゃんにレンスが甘えてるって感じ。噛んじゃった。痛いって。やめてって。耳気持ちいいの？れんちゃん。大変ですよね。もう子供いるのと一緒ですよね。うん、子供ですよね。なんか子供より大変。確かに。話が聞こえる。はい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 。モデルちゃんだもんね。ちょっとお尻の中綺麗に。そうよ。あ、そう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 。いいね、いいね。よくやりました、上手上手。モデルになれるよ。ゆずが。大きくなったね、本当に。あと1ヶ月後か。
ね、どんくらいどんくらいなんすかね。いや、多分桜くらいか、桜よりもちょっと大きいくらいか。ゆずきはだいたい3ヶ月くらいで桜と同じくらいになったから。3ヶ月ってことは、だからちょうど来月の28だと3ヶ月そんくらいか、うん、桜と同じになるのか。桜の気持ちはどうなるかすごく気になる、ね、の目のとこって最初は自分よりちっちゃいんだけど、すぐ自分よりでかくなって、でもずっと子供と思ってるのかな。あ、そうかもしれないね、うん、そうかもしれない、うん、確かに確かに。